俺は高校生ホムンクルス工藤縁ビチ、幼なじみでホムンクルスの毛利ラストンと遊園地に遊びに行って黒ずくめの男の怪しげな取引現場を目撃した。取引を見るのに夢中になっていた俺は背後から近づいてくるもう一人の仲間に気づかなかった。俺はその男に爆発され目が覚めたら体が縮んでしまっていた。こんにちは、ガミくんです。今回は江戸川カエサル使ってランネーちゃんと戦わせてみようと思います。で、江戸川カエサル精度が貫通の砲撃型のアンチ魔法陣の全属性耐性のなんかいろいろで、うわやっちまった、やりやがったな江戸川で、やぬり何が弱いって、この殴り、やっぱり子供だからね、殴りが弱いんですよ。これで倒す。なので結構厳しいんですよね。たまにこんなミスやらかすんですよ江戸川は。でこれでで倒す。うん、でこの抜け方でも一応プヨ処理はできる。ただ下の雑魚処理は結構難しいんですよね。見せられるかな。これの入り方でこれで倒す。これは今多分いい感じいけそうな気がする。これで多分いけるかな。 OKOK、よし、なんとかカバーできた。でこれ割と運ゲー半分運ゲー半分狙ってて、ね、なんか今の角度でいくと結構成功しやすいんですね。一反射で、あの反対側のブロックで一反射して入るぐらいの角度、だいたい30度くらいを打ってやると意外と成功しやすいんですよ。でこれで倒す。いやー危なかった、なんとかなんとか状況取り戻せたな。これミスってたら結構やばかった。でこれで、で次の新1のステージは特攻、新1特攻でやらないと結構厳しいんで、ちょっとね、こうやって左下に抜けて、挟まって抜けるやり方だと、次動くときに、ダメ音が展開されてるから、割と負けやすいんですよね。なので、ちょっとターン調整して、ちょっと抜けます。なので、その間はちょっと、うわー、これ位置良くないな。こうなると、ちょっと、今多分これね、新1のステージ行ったら、完全にブロックの外側にいて、何もできないと思うんで、ちょっとずらしに行きます。2体とも多分同じ場所に行ったの。大丈夫かなこれ。多分大丈夫じゃない。まあ、抜けて。ちょっと心配だな。大丈夫かな。いや、やっぱり完全にダメだわ。まあ、これで入って。どうだろう、これギリギリ乗ってるかな。これ多分乗ってないというか、多分ギリギリ抜けられて上行けると思うんですよね。本当に薄く行けば OKOK。 あ、でもこれ普通に友情で HP0 突破できたかな。まあいいや。多分これでそのままみんなの友情出して江戸川の頭脳を駆使すれば OKOK。で、そして次、蘭姉ちゃんか。蘭姉ちゃんも特攻すれば多分倒せそうな雰囲気はする。一応これ、初めてやったわけじゃなくて何回か負けてるんで、まあ、多分2ターン両方とも友情出しながら横勘できれば別に雑魚処理の必要ないと思うんですけど、今回は無理。で、このステージが、このカエサル使って何が厳しいかって、このバハムートが本当に倒せないんですよ。で、殴り弱いし、あと、調教フレアも、この、バハムートって判定1個しかなくて、で、削り切ろうにも、その、じわじわ削ろうにも、やっぱり判定1個しかなくて削れなくて、毎ターン回復してくるから、本当に挟まって削らないと、友情とかで殴り、倒しきるの、よほどならないとできないんですよね。なので、結構厳しい。特にラスゲ。ラスゲはね、バハムートに何回も回復されて、なかなか倒しきれなくて負けるっていうのが、よくあるパターンだった。なので、ラスゲ用に SS3 発は撃てるようにしたいから、ボス1とボス2のどっちかは、
あのできれば削り切りたいんですよね、普通に SS なしで。でこれはこれ多分縦缶で、薄い縦缶で、まあ、反射になっても殴れるんで、あ薄すぎたか、薄すぎて抜けちゃいました。そしたら次は、まあ、このまま入って、まあ頭脳を駆使しながら調教フレア出して、うえー、そんなとこ入る、そんな狙ってくのできないよこんなの。まあこれは倒して、で倒す、どうしようかな。そしたらどうやって脱出させよう。そしたら、まあ、これはこうして上倒すいいえ、そこ抜けちゃうか、まあ、これで倒して、ただどうやって倒そうかな。このリヴァイアさん結構厳しいんですよね。で重複するでしょ。で抜けても上からバウンドしていこうにもやっぱりあれができないんで、これは結構きついな。まあ横間で普通に上がっていくだけにします。うまいこと入らないかな。おお、いやこれ狙ってないっす。これ狙ってやれたら多分モンストの多分トッププレイヤーになれると思う。でこれはもう諦めて普通にここを殴って倒す。でこれループヒットで倒しきれて、危ねえ。いやでもやっぱりさっきの上の雑魚処理ミスったの結構でかいな。まあ、今度こそ倒しき、いやいらないか、多分ね調教フレアでなんとかなるんじゃないのかな。入らなくても、うわー博士のアイテムだ、博士のアイテム持ってた調教フレアだったらきっといけた。で次下からスタートだから別に意味なくて、どうしようかな。とりあえず横パンで、まあとりあえずこっちの調教フレアだけ出しておいて、で次がそっちか、そっちの方か、多分これ届かないからどうしようかな。どうやって削ろうこれ。でこれがねやっぱりちょっと厳しいところなんですね。配置しながら削り切るのがやっぱり長距離フレアって配置難しいからできないですよ、これ狙ってないです。で次がホーミングだから、まあ金ハートにして抜けようか、あれ。なのでこれはまあとりあえず反射になって、ボス一応の配置で次金ハートになるんで、それ使って、でこれでどうだろう、いけるかな。いやーダメだな全然ダメだ。そしてみんな結構いい配置にいるんですよね。これはとりあえず縦貫して、まだ、いやでもここ抜けないとあれか、蘇生されちゃうのか。オッケーオッケー、いい感じ。多分これ、いやー、出てきたら押し出されるかな。おお、大丈夫、これなら大丈夫。で、これなら多分ね、これで、よいしょ、どうだろう、これでね、いい感じの配置できてるといいんだけどな、多分厳しいかな、この一番右上のカエサルがね、ブロックの上に乗ってるとすごい助かるんですよ。押し出されて、いや、全然乗ってないわ。全然ダメだわ。そしたらね、どうしよう、これ。配置的にちょっと厳しそうだからな、3手突破しようか。で HP0 突破します今回は。そうじゃないと多分厳しい気がする。でこれでここで OKOK、 いい感じいい感じ。でこれで結構削れて、で3手突破なら多分 SS 温存していける。おみんな下配置結構いいかな。で次どこだろう、弱点そこか。あ靴ある、博士のアイテムマジ助かる、キック力除去シューズで、これで多分挟まって抜けて OKOK。 まあ HP0 はしょうがない、下配置できるといいんだけど、ちょっと微妙で、あとはあの右下のカエサルが多分位置的に良くないんですよね。どうしようかな。まあ、とりあえずこれそのまま倒して、まあ、挟まってどうだろう、どこに行くかな。でこれで友情で、多分次 SS 使って抜けないと結構厳しい気がする。やっぱり全部分断全員制服、世界を世に広
もうこれ完全にブロックに乗っちゃってるからどうしよう、どうしようかな。これで SS3 発出せたんですけど、とりあえず1発もうこれ完全に脱出用で SS 打たなきゃいけないから、押し出されてブロック乗らないかな。いやこれ乗ってないわ、絶対乗ってない、もうダメ、これ絶対乗ってないわ。そしたら抜けて抜けて、この3体に触れられるような動きでいきたいかな。はい、いやこれちょっともったいなかったね。そして、あ、麻痺してるうわ麻痺してる。でも今回はもう完全に麻痺は許して動きます。もうこれ半誘発とかもろもろあるから気にしてるとキリがないんで、ここで SS 温存してできれば浦島倒したいけど、多分無理かな、無理だと思う。ちょっとこのハートは絶対取っちゃう。でこれで倒して OKOK、 よし右も倒せたの、かなり大きい。でバハムートを、お麻痺してる、上を麻痺してる。ただこれどうしよう、 SS 使うか。これでも SS 使うとね、バハムート絶対倒しきれないんですよ。で4巡はね耐えきれないと思う、さすがに。ここで SS 使う。なのでちょっとハートに出るのを期待して、とりあえずここはこれで両方倒せるとでかい。いい、そんなことある、くっそマジかよいやーちょっときついな、どうしようこれ。いやどうしよう、これどうやって耐えよう、ハートも出ないしな。でこれ挟まって、おほら麻痺した。もういいよ、もうあのね、麻痺して勝ったでしょって言ってもいいです。もういいです。もう今ね夜中の1時半なんでもう眠いんすよ。もういいです、もういくらでもコメントでね言ってください、もうこれ麻痺のおかげで勝ったでしょみたいな、もういくらでも言っていいっす。もう僕はもう何も言い返すことないっすで反撃で、うわー死なないでいやでもこれちょっと削り切るの厳しいかな。で次あと SS2 連発だけど、配置的にどっちもちょっと厳しいな。結構大きめに角度削って削らないと厳しい気がする。いやーなんか怒って、反撃で麻痺してもいいから、反撃しても麻痺してもいいから、もう一回麻痺って笑わせて。お、博士のアイテム、博士のアイテムマジででかい博士のアイテムほんとでかいわ。もうこれでいいっす、もうこれでいいっす、もうそんもうなんかいいっす。うお、博士のアイテム、オーケー